いらっしゃいませ、藤原豊です。では早速、501XX を紹介したいと思います。こちらがですね、リーバイスの一番代表作ですね。501XX というのはこちらの文字で書いている通りなんですけど、ロット番号という、このジーンズについている、ネームですね。でこちらがですね、1954年、頃という言い方になりますが、その当時の新品の状態、古着屋の用語としてはデッドストックという言い方をするんですけれども、本当に希少という意味ですね。この新品の状態で残っているというのが一番、価値という意味でも、高いです。新品の状態だとこちら、いわゆる当時売ってた時の紙フラッシャーですね。フラッシャーという言い方します。でこちらが下にギャランティーチケットという、こういった紙がちゃんと付属でついております。で、この当時っていうのはここのパッチという言い方をするんですけど、レザーになってます。レザーパッチという言い方をするんですが、いわゆる501ストレートジーンズですね。この501の醍醐味ですね。ゾーンとしたストレートですっていうふうに僕はいつも接客してますが、前はボタンフライです。ジッパーのものを、年代的に出てくるんですが、501というのはもうこのボタンフライというのが決まりです。ポイントとしてこの内側についてるこのリベットですね、隠しリベットって言います。これがついてるというのが一つの、判別しやすいところですね。 501XX の特徴です。あとはリーバイスの、特徴的なのがこのポケットですね。この後ろのこのステッチが、リーバイスがもう本当にいわゆる特許として取ってる RQ8、これが後ろからパッと見た時に、リーバイスだって分かる一番特徴的な部分と、こちら赤タブ、ここにですねリーバイスというふうに書いてあるんですけれども、こちらこの年代はですねリーバイス、裏にもリーバイスと書いてます。このジーンズ自体のサイズ、いわゆる日本人サイズでウエストのサイズがですねだいたい31、32、33、34、35というのも存在するんですけど、36あたり、これは、いわゆるウエストの日本人サイズ、レングス L ですね、長さです。これも、いわゆる32から36というのが一番、日本人サイズという意味でも値がつきます。もう今はもう世界的に、そのサイズが一番ゴールデンサイズというふうに言い方をされるんですが、一番、値がつく、価値がつく、サイズですかね。こちらですね、やっぱりこう完品、この状態が、今回僕はもうはっきり値段も言おうと思ってますので、150万円です。プラス消費税入りますが、今の相場といいますか価値が150万、びっくりされる方もいると思いますが、それだけの、値打ち品になります。 501XX の、人気ですね、その需要という意味人気がずっとあるのでこういったお値段がつく。僕も値段をつける側の人間にもいるんですけれども、やっぱりこのぐらいの価値っていうのは絶対つくと思ってますので、例えばサイズがウエストが30インチ、
レングスも30インチとか、ちょっと、ウエストが小さい、短いとかっていうので、今度また値段が変わってきます。例えばなんですけど、このジーンズがですね、これちょうどお店にもう一本あるんですけど、全く同じ年代の、ユーズドになります。で、ほぼほぼここですね、もう結構履き込まれてるので、このレザーパッチも少し味が出てます。全体的にジーンズ自体も、色落ちしてます。まあどうですかね、もう、大体10年ぐらい履いたのかなと。まあただ大事に履いてたので、多分このレザーパッチも一応形も残ってます。でこちらもうっすら読めるんですが、34の36、先ほどのこちらと全く同じサイズ表記です。ただヴィンテージデニムの特徴で、ウォッシュ、いわゆる洗濯するとですね、縮んでしまいます。だいたいウエストが1インチから2インチ、レングスに関してはだいたい2インチから3インチで、ちょうどこのぐらいの色を、全体的に特にダメージはこれもないです。多分いい色落ちだと思うんですが、このぐらいの色になると、先ほどのお値段からまあ3分の1ですね、498,000に消費税。まあこれでも十分びっくりするお値段だと思うんですが、全体的な状態、色落ち、こういったもので値段が決まります。なぜ1954年頃っていうのが分かるかっていうのも、僕も毎日こういったデニムに触れて、ここのディティール、ここが変わってるなというので、何年頃なんだろうとか、日々は研究しているわけですが、このレザーを使ってる、これから今度次にここのパッチが紙に変わります。この紙に変わる年代も、実は1958年頃っていうのが一応分かってます。やっぱり変わっていくことに、まあ何年にそれが変わった、まあなので通称で言うと何年モデルみたいな言い方をします。ニーバイスの人気ってずっと501の人気ってある中で、まあ、このいわゆる50年代っていうのは一つポイントって言いますか、やっぱりこう古着としてヴィンテージ扱ってる上では、この年代を、まだわりかし見るのかなと、まあ、それだけこの当時リーバイスも生産、大量生産したし、それだけいっぱい売れたんだと思います。まあ、みんなから愛されていたジーパンなんだなっていうのが分かる年代ですね。いつの時代でもファッションでもこの形っていうのはもう定番として、愛され続けてますし、一番こう綺麗なラインかなと僕は思ってます。まずはこのレザーパッチを紹介させてもらいました。ありがとうございました。それからまあ俺始まるときいつもいらっしゃいませから始まるか、いらっしゃいませ、あ、じゃあもう、あ、そうだな、いらっしゃいませ、ヴィンテージのヴィンテージルームの地下室へようこそみたいな。やりすぎやりすぎやりすぎ